マリーア・ビットーリア、カルロッタ・エンリケッタ・ジョバンナ・ダル・ポッソ・デッラ・チステルナは、イタリア王、ビットーリオ・エマヌエーレ2世の次男・アオスタコー・アメデオの最初の妻。夫が1870年から1873年まで、アマデオ一世として、スペイン王の座にあった間、スペイン王妃であった。スペイン5名で、マリア・ビクトリア・サルデーニア王国の貴族で、 自由主義政治家であった第五代チステルナ公カルロ・エマヌエーレ・ダル・ボッツォ・デッラ・チステルナと、その妻で、ベルギー貴族のルイーズ・ド・メロード・ウェステルロー、白爵夫人の長女として生まれた。母方のオバ・アントワーネットは、モナコ公シャルル3世の日である。1863年5月30日に、トリノで、イタリア王子のアオスタ公アメデオと結婚した。二人の結婚式において、 多くの不幸な出来事が起こったと言われている。マリーア・ビットーリアは、翌1864年に、父が死ぬと、第六代チステルナイコールベル女子第七代ボゲーラ公爵夫人を呼び、第九代ポンデラーの伯爵夫人の爵位を相続した。夫のアオスタ公が1870年11月16日に、スペイン王に選出されると、 マリーア・ビットーリアもスペイン王妃となった。王妃としての彼女は控えめで、事前活動にのみ、熱心に取り組んだ。1873年2月11日に、夫が廃位されると、マリーア・ビットーリアもイタリアに帰国した。逃避業と出産で体を痛めていたマリーア、ビットーリアは、その年のうちに亡くなった。夫のアメデオは1888年。 実の名であるマリー・レティシア・ボナパルトと再婚している。夫・アメデオとの間に三人の息子を設けた。ありがとうございます。